ラジオ聞けっていうのだから、はい、始まるでしょ、始まる、始まる、あと40秒寝る？寝ちゃう。え、緊張する。どんな話するの？なんか適当にやってるよね。適当に話してるよね。大丈夫だよ、あれ振るからね。そう、打ち合わせ通りかんから。そうそう、もう適当でいいわけ。これあんまり近づけすぎたら鼻息とか入らない。マイク近づいて喋って。大丈夫だ。あ、近づいて喋っていい。めっちゃ鼻息とかった。これ飲み屋とか。そうだね。SIR のエナジーチャージステーション。時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。お仕事お疲れ様です。月曜日の夕方のひととき、 SIR のエナジーチャージステーションにお付き合いください。パーソナリティは SIR のミキとスカーレットドラゴンのマダムキセで、ギノワン市急な G タウンビル2階にあります FM ギノワンのスタジオより、この後4時54分まで生放送でお送りいたします。この番組は美と健康のミネラル成分として今大注目されているケイ素を沖縄県産サトウキビから抽出し、高濃度水溶性植物ミネラルケイ素複合原液として、健康に役立つ、として販売しておりますシュガーケイ素の魅力や、お客様の体験を交えた健康に役立つ情報と、スピリチュアルライフアドバイザーマダムキセによります今週の開運お導きメッセージをお届けする SIR 社の広報番組となっております。エナジーチャージステーションではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声のネット配信をしております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらも合わせてお楽しみください。ということで、こんにちは。こんにちは。はい、今日は11月14日月曜日です。はい、はい、はい、私の隣に素敵な、ね、ゲストの方がいらっしゃいますけど、はい、今日のパワーゲストはですね、はい、はい、プリンセスローズの愛理さんにお越しいただきました。はい、こんにちは。こんにちは、愛理です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもあの、ね、私たち応援してくれていて、ね、まあ、シュガーケイ素のすごい愛用者でもあります。そうですね。ので今日ね、たまたま事務所に来てたので、ラッチってきました。そう、ラッチられてきました。はい、行くよアイリーって。もうドキドキしてます。はい、よろしくお願いします。多分ね、今だけだと思うね。ドキドキ、ね、ドキドキ感はね。わあ、ういういし。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、はい、11月14日ということで、はい、何、スーパームーン、ウルトラスーパームーンです。ウルトラ超、はい、がつくとかね。超がつきますね。そうね、ね、すごいですよね。ウルトラ、うん、超ウルトラ、超ウルトラみたいですよ、うん、何年だ、68年に一度って、うん、に1回、もう生きてないので、次回は、ね、次はね、分からない、必ず今日見ようかなと思ってます。必ず見ないといけないね、今日 ね、 ね、でも68年だったらミキちゃんたちいくつなってるの。100すぎるよね。あ、100すぎるか。じゃあいないな。いない、多分ね、このように多分いないので、興味ないとね。興味ないといけないね、みんなね、うん、どこは沖縄だけは見れるみたいですね。あ、他のとこ見れないんですか。うん、見れないみたいですよ。あの、月の出の時間が那覇市はですね、はい、17時42分って超早いね。うん、だけど見え始めるんだけども、一番綺麗に見えるのは10時過ぎぐらいですね。あ、まあ、10時前ぐらいですね。一番綺麗なので、その時に、はい、まあ、ちゃんと見てください。はい、恋人として見てもいいしね。あの、アイリーが来た時に、はい、アヤさんがね、うん、今日なんかあのブルーの用紙になんとかそうやってましたでしょ。何でした？解放するなんか願い事、うんうん、願い事っていうか解放されたいことを、うん、ブルーの紙に書いて、はい、あの、なんだ、月を見に行くの？月を見に行って瞑想して、うん、それを破って燃やすか、はい、流すか、うんうんうん、その日で、そう、うん、今日で、今日で、そのことによってこの
叶えられる、そう、解放されるわけですね、うん、とと書けましたからね、あとと書いたじゃあ私はあのデブから解放と書けばいい、そう私もいろいろ書いてたよね、うん、私も後で書かないといけないけど、なんか、ね、私も書こう、解放でね、ね、何かで解放された方がいい、デブでしょ、デブでしょ、私も一緒、うん、デブでしょ、うん、何だろう次、あ、例えば借金とか、あ、まあそうですね、お金関係ですね、お金関係ですね、はい、人間関係ぐちぐちしてた人間関係で、ね、こんなもんかな、そうですね、ね、こんなもんで、まあ人間の基本的三大欲三大欲そうそう、それをね不幸からかい、ね、解放されましたとか、そうそう、それをやれば、あとは入れるだけでしょ、そうですね、愛情もそうですよ ね、 そうね、アウトプットして、うんうん、インプットすると、はいはい、インプットして、うん、なるほどです、今日はアウトの日ですね、はいはい、皆さんね、あの青い推しに願望を書い て、 て瞑想して月を見て、はい、あ、月を見て瞑想か、そして、そう、まあまあどっちでも、うんうんうん、でそれを、まあ、燃やすか流すかっていうのでね、なんか願いが叶えられる超スーパームーンだそうですので、はい、あのすごいですね、10時ぐらいで、うんうん、ぜひ見ていただきたいなと思います、次は生きてないんですよ次生きてないですね、はい、早速なんですけど、はい、今日の1曲目いきたいと思います、はい、ダン・ハートマンで I can dream about you、 Facebook の使用してる。ミキ。どうして Facebook の使用してるのって。発射って。発射。Facebook の使用。Facebook の使用。載せた。載せた。やったかすごい。いやいや。こういうことするよ。載せて。あ、これは持って。こういう。いやだな。こういうことする。じゃあ痩せて写りたいよね。ね。みんなこういういやイバヤみたいイバヤですね、こういうイバヤなんでしたよ、遠くで隠してなんかなんかで隠して半分隠してそうだっつデイジー緊張するけど、あ、今日は愛情来てないんだね、はじめです、翔さん AKB さん来てないんですね、今は来てないです ね、 ね、すごいエコオープニングがエコーがあーすごい聞こえたみたい、 あ、こっから来てるんですか、こっちから、あれThank you.
変な緊張感があるな。脇汗する？脇汗は大丈夫。首汗、なんか首汗。エゴいいですか？伸ばしてる。伸ばさなくても気がないだけ、病院ついてないだけ。伸びるのないわけ、異常に。いいね。はい。だよ。始まります。全くないよ。あ、どうも。次はね、あの豆乳の豆乳の10秒前です。68年かマジ生きてないね。5秒前4、3、2、1。SIR のエネジーチャージステーションをお送りしております。懐かしいね。懐かしかったね。今日はですね、はい、あの曲は全部80年代をセレクトしてみました。ちょっとドキドキします。なんで？なんで？なんで？なんかちょっと思い出すじゃない？ああ。元彼とか。あ、元彼とかね、結構。うんうんうん。ちょっと結婚したから。ブイブイ言わしてたところ。ですね。ああ、そうですね。ね、はいはい、ちょっと今より全然あの痩せてる時ですね。うち80年代だったらね、中学校とかだもんね。そうだね。考えられても肌しすぎてるけど。もうブイブイ言わして、ブイブイ言わして、ブイブイブイってやってたけど ね、うん、はいはい。だからあの当時戻って痩せようって今頑張ってます。そうですよね。もう先週、はい、先々週ぐらいからちょっと ダイエットのね、キセさんのね、ね、ダイエット法についてちょっと語っていただいてるんですけど、でもアイリーさんもねダイエットしてるんですよね。うんうんうん、確か、そうですよ、ま、毎日ダイエット毎日ダイエットあんまり変わらないいやでも変わってるよね。変わってる、本当に、うんうんうん、ありがとう、うんうんうん、ね、うん、変わってると思います。あのケイソもね、うん、まあ一般販売前から、うん、実はねアイリーには飲んでいただいてて、そうそ、ん、うで、あの、ね、本当にあの試験的に出してる頃から実は、はい、ね、もう人体実験から始まったんだけどアイリーでも人体実験していた。でうちのまあ社長が飲んで、はいはい、で私に飲みなさいって来たんですよ、はい、で私は飲まないって言って、はい、そのまま放置してたら、はい、痩せるよとかって言うから痩せるってもうちょっとみたいな感じで置いてたら、はい、アイリが自分が飲んでみたいって言って、うん、じゃあアイリ飲んでみてって言って、ね、それからですよね、はい、飲み始めて、うんうん、でも確かに体重は落ちてますね、うんうん、ただどんなに食べても増えてはいない、はい、すごい、うん、細くなったもんだって、ね、ありがとう、うんうん、もっと半分ぐらいになるように努力するわ一緒、うんうん、でね、体重だけもではなくてまたね、うん、ちょっとね、うん、持病的なことも、そうそう、喘息も持ってたし、ちょっと血糖も高かったんだけど、うん、もう喘息はほとんどないですね、うん、発作っていう発作起こったことがない、うん、いつもね、なんかねアイリーと私、ね、旅行行ったりとか、はいはい、まあこういうプライベートすごく仲良しなんですけども、うんうん、いつもねなんか吸引のね、そうそう、あれをね、これがないと怖いっていつも言っていた、うん、ね、死んでしまうんじゃないかと思うぐらい、そうそうそう、私の命だったんで、そうそうそう、もうだから旅行に行くときはもう今日2個もらってきたとかそうそうそう、先生にあんまりやると死ぬからねって言われたとかそういうことをで大丈夫なのとかって、ね、言ってたね。今全然、そうそうそう、か持ってるのすら見ないんで、見たことない、私は見たことない、病院も行ってないし、うんうん、で血糖も普通だし、うんうん、元気、あ、元気は一番いいよね。ちょっと咳込んでも、ケースをちょっと濃ゆく飲むと、うんうんうん、やっぱり落ち着くんだよね、うん、あ、ちょっとやばいなって、喘息持ちの人だったら分かるけど、分かる分かる、ちょっと全然来るぞっていうのね、来てるかもって思う時に、うんうんうん、美味しくないぐらいの味にケースを濃くして、はい、飲んだら全然、うん、でもその代わりやっぱりタンはいっぱい出てくる、ああ吐き出すからね、うん、そうそう、うんうん、デトックスです ね、ピッて出してわーとか思うけどあ、そんなに出る出る、あ、そうなんだ、出てからなんだこの色っていうぐらいな、へー、なんか口からデトックス、うんうんうん、出してる感じ、すごいね、
でね、面白い話がたくさんあって、アイリーとの、ね、でね、ケイソ飲み出して、はい、便が止まらなくなったんだよね。そう、ちょっと これ放送大丈夫、大丈夫大丈夫いつもしたから止まらない、うん、そう、まるまる止まらないって言って、そうそうそう、社長にメールしたんだよ、うん、そうそうそう、社長 で、うんうん、でメールしたら、はい、社長はあるものが出てるから、うん、頑張れとそうそうそう、でも最初やばいんじゃないかと思いましたよ、うん、ですよね、あんまりにもなんかこれなんか痛いとかではなく出てくるぞみたいな、あトイレに座ったたんびにずっと出てるの、うん、でまたトイレ終わっ大丈夫かなって立った瞬間またゴロゴロくるから、うん、いつだったらトイレから出れるんでしょうみたいな、うん、そんなにでトイレからラインしたから、あ止まらんって止まりませんってからどういうことですかみたいな、あでどうしたの、だから、そうそう、結局社長は、うん、じゃあ今お腹痛いのって聞いたら、うんうん、お腹は痛くないってね、うんうんうん、言う返事で、じゃあ大丈夫だからちょっと頑張っといてみたいな感じで、そう、でもその時で、うん、あれどんだけ飲んだのケースを、1滴2滴だよね、1滴2滴をコーヒーに入れて飲んだよ、うんうんうん、最初来た時ね、最初来た時に、ね、お家からお腹が、うん、大丈夫かなの思いで急いで帰って、うんうんうん、それから3時間ぐらい、うんうん、もうトイレと友達、もうなんか普通でも、はい、別に便秘とかじゃなく、そうだよね、1日もう爽快な快便なのに、うん、どういうことっていうぐらい出ましたね、あじゃあ宿便が出てたのかしらね、だと思いますよね、うん、でね体もなんかねつるとか、うんうん、あでね、あはいはい、コメントごめんなさい、入ってます、俺も喘息やけど寒くなったら発作出る、出る、吸入の薬は冬は携帯してるということでですね、分かる、これ AKB さんですね、AKB さん、はい、こんにちは、コメントありがとうございますあ本当だ、ありがとうございます、うんうん、あ AKB さんも喘息なんだ、うーん、じゃあ今頃はね、うん、ちょっとね、うん、ちょっと出てきてるかな、うん、きついかもしれない、きついね、うんうんうん、なんていうか、ぜ私も喘息持ってるので、うんうんうん、ぜいぜいし始めるので、うんうんうん、だいたい分かってくる、なんか予兆があるらしいですよね、だんだん来たなというのがあって、あやさんもそう言ってたで、あやさんも結構発作する方だったんですよ、うん、でなんかやっぱりね不快咳っていうかねするから、そうそうそう、すごいねなんか大丈夫かなとか思ってたの、うん、今全然ないですよね、うん、でもたまにもう薬とか飲んだりはないけど、うんうん、どっからこのなんか聞こえるこの音と思ったら自分の喉だわけ、あ自分の喉がなんかキッキー言ってて、うんうんうん、ゴロ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 、そうそうそう、猫みたいに、あこれ自分だみたいな、うん、分からないんだ、最近分からなくなってきてる、どうするの、ね、誰の声と思ってるんですか、でも咳とかすると夜やるんですよ、うん、出てる時とあったかくなった時なんかにやるので、ね、あまり寝れない、周りの人も寝れないみたい、すごい咳するので、ああそうだよね、分かる、っていうのがね、うん、今はないのでね、うん、よかったですよね、うん、体もあっちこっちつったり、うん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 、咳でなんかお腹がつったり、うんうんうん、横っ腹がつったりとか、うんうんうん、あったけどこれも本当にないですね、うんうんうん、っていうのでね、やっぱりアイリさんから結構ね紹介ね、うん、ね、ケイソっていいよって、うんうんうん、こういうものだよ、ああいうものだよって、うん、自分の、まあ、身近なね、うん、知ってる方なんかに宣伝していただいて、結構ねアイリのねお客さん、アイリから紹介していただいたお客さんもいらっしゃいますね、でも本当、はい、ケイソは本当にすごいものだと思ってます、うん、美容にもいいし健康でしょ、うんね、でいろんなものでちょっと実験してるけど、うん、もう他のサプリメント今もう全部捨てました私、あ本当にもうこれ別に他のサプリメントもいいかもしれないけど、うんうん、それに投資するくらいだったら、うん、ケイソいっぱい飲んだ方がいいかなみたいな、うんうん、そうね、私はもうケイソで料理でも何でも、うんうんうん、もう万能すぎて、うんうんうん、もうお肉料理とかにね使うとね、早く火が通るっていうか ね、 ね、三枚肉とかティビチとか、うんうん、美味しいとか柔らかくなんですよね、40分くらいでできるからね、早いしね、そう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 、美味しいしね、うん、はいはい、ということですね、また次のコーデもうちょっと深くお話聞きたいと思います、はい、2曲目、はい、行ってみたいと思います、ボーイミットガールで Waiting for Start Fall
糖尿病でいいでしょうか。糖尿病でいい。聞いてない。糖尿病でいい。AKB さん映さないんだ。AKB さんなんだろう。AKB さん毎日聞いてるね。毎日聞いてるよ。男性。聞かせてあげてよ。聞かして。誰もいないから。占いの時でしょうかな。ドライバー？うんうん。上手ですよ。聞きたい。アイリア間違ったドラえもんってから私がドライバー。そうしがちなんです。変な性格は緊張する。大丈夫かね、自分の声。聞き取れてるのか、聞き取れてます。うん、大丈夫。あとでいいよ。だからね、あとちょっと反省会に。あとで反省会だよ。いいよ。これ見てる人がびっくりする。そう、まあ、大丈夫かって言われて。まだちょっと弾ききれない。ここ気に来て酒飲んでやったらまた電車部の方が違う。多分ね、飲みようと思わなかった。これ、ケイソ飲んで本当にすごいっちゃう。それもすごいね。飲み上げばケイソはバイアグラでって言われる。バイアグラの話が出たから、あ、これ液体バイアグラ。これすごい。そんなすごいの？え？そんなすごい。すごい、もう元気がなかったそこに当たってるから。うん。いざ立つときを立たないと男って自信がないわけ。これ暇なのか。違います。これは私はもうほら、あの自分も夢中でしょ。じゃあもうそれ。もうそれ。女性もモテるから。モテるよ。反対が違う。あ、本当？女性もモテたからただ違う。それは違う。うん。ファンデーションだと思うんだよね。いや。いつもと違う、透明感が出て、この顔にオーラが出てる。顔にオーラ出てる。はっ、オーラ出てるって、女性ともすごい。あ、ほんと？すごい。ちょっとしてるよね。だから、先々週ぐらいから。そうそうそう。髪の毛もなってくるんだ。だから、ちょっと好きな子っていうの見てるからなんですよね。ツヤ女になってる。うわお、すごいんじゃない？いいね。いいでしょ。妄想世界に入っていったんだけどいいんだけどね。これ襲った妄想でも襲った医者やったら犯罪よね。妄想ってでもいいんだよ。妄想っていいんだよ。あ、一致妄想してる。何で妄想しちゃった旦那と。旦那がそういうのがいいけどさ。旦那と断られなかった。もんもんですか。断られるんですか。疲れてるから明日。その時もないしっていう。30秒です。マイクあげます。はい、SIR のエナジーチャージステーションをお送りしております。はい、ということで愛理ちゃんの体験を、はいはいはい、聞いていたんですけども、ええ、はい。なんかたくさんあってさ、ね、お体験が今ねちょっとさ、まあ、CM 曲が流れてる時に、はい、うん、面白いトークしてました。あ、そうなんだっていうのがね、こうあって、ちょっと飲み屋遠くなったんですけど、ね、飲み屋遠くに家の真っ赤で緊張って、もう夕方だから、もう夕方のひとときですので、ね、いいと思います。何でしたっけ、え、これいいんじゃないですか、別に、うん、大丈夫なんですか、ね、大丈夫じゃないですか、ね、何
え、飲み屋トーク。あ、飲み屋トーク？な、ピー入る？ピー入りそうや。ピー入る。ピー、ピーぐらい。かしら。ピー、ピー、ピーぐらい。じゃ、全然聞こえないの。うん、でも面白かったですよ。で、アリからの、なんていうのかな、ケースを紹介していただいて、うん、男性の方結構ね、うん、多くって、で、まあ、男性さんにはもう朗報ね。そう、男性機能。男性機能の、あの、なんていうんですかね、回復っていうんですか、回復って言ったらおかしいの、はいはい、なんて言うんだろう、復活、復活元気、あ、復活元気、元気になるってあのやっぱりね、あの ED にもいいっていう、そうね、そう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 、女性もやっぱりそういうホルモンバランス、うん、ホルモンバランス、ホルモンバランス、ね、ホルモン、ホルモン、やっぱりあの整うんだと思うんですよ、うんうん、でやっぱりね、あと腸のね、うん、ね、腸を整えるので、うん、で腸が整うと、うん、セロトニン物質、ね、がたくさん出る、うんうんうん、そうなんですね。でそうするとやっぱり幸福度が上がる、うん、うんうん、だから毎日幸せいっぱいみたいな、幸せいっぱい、うんうん、なったりとか、だから安定ですよね。うん、あのだってでここでクスクスクスそう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 なのでね、まあまあ男性にも女性にも、まあお年寄り今の子供にもいい。うん、まあ男性だったら嬉しいでしょうね。もしあれだったら。結構ね、やっぱ人に言えない悩みなので。うん、そうね。特に、うんうん、沖縄の男性は言わないもん。言わない。あ、言わない。うん、し言えない。うんうん、あ、いやでも30代からも、うん、もう不能状態の人もいるみたいだから、でもそれもね、やっぱ食べ物がね影響してるとかね、そうそうそう、よく言うけど、ね、うん、だからもう正直男友達でも聞いたら、うん、これ飲みなさいと、うん、必ず3日後ぐらいに、うん、めっちゃ嬉しい、ありがとうと元気だぜとかってくれますよ。だからアイリーはアイリーどうするの、元気だったけどどうするって責任取っててそ70代のちょっとある男性にあのただこれそのつもりで渡したじゃなく、うんうん、あの疲れがすごいって言って、うんうん、ケースを進めて飲ませてたんですね、はいはい、そしたら3日後くらいに電話があって、うん、はい、やばいぞと、はい、どうしてくれるんだみたいなどうしれって私言うんだみたいなそうだね、もう自分でするか、もうなんかあの彼女側とちょっとデートしてみたいな、ピピピね、まだ大丈夫、大丈夫ってそんな感じ、うん、70代彼女がそうね、そう、そしたら分かんね、うん、分かるし、うんうん、だから、あ、でも70代の方でも復活するってことは、あ、そっか、じゃあ70代でも元気な人は元気なんだよ、そうだよ、80代でも元気なのいるからね、いたよね、だけど、いや、そうだけど、いいことだと思うんだよね、これまあ、うんうん、そう、だけど、ね、うんうん、その人たちが元気になっちゃったら、うん、やっぱり男としてちょっと自信は出てくる、うん、まだいけるぞ、違ういけるぞ、ね、みたいな、うんうんうん、そうそうそう、頑張ってねとか言ってあなたじゃないけど頑張ってね、楽しんできてねとか言って、ね、うん、バイバイしたんだけどね、うんうんうん、そうだね、そうそうそう、相手がいない人でも大変だよね、探すでしょ、必死に、うん、必死ね、うんうんうん、でもまあまあいいことだというのでね、うん、多分ね、うん、わかんないけどいいことなんでしょうね、やっぱりいい自信なのかしら、そうそうそう、うん、喜びじゃない、やっぱり、あ、うん、そっかそっか、うんうん、でも本当にミキさんが言ったようにいない人大変だね、いない人はもうもうちょっと自分で考えて行動を取ってねって思うよね、うんうん、ある人が言ってましたよ、飲む、飲む、あ、飲む場合はぐらい、あ、飲む場合、場合は飲むけど何だった、ケースのこと、うんうんうん、だからあのバイアグラの話を男性群で話してて、はい、その飲んでる方が、はい、あ、ここもこれ液体バイアグラ知ってるとか言ってケースを振るんですよいつの間にか液体バイアグラになってる、その話をしてた男の人たちが、うんうん、え、液体バイアグラってあるのみたいな、うんうんうん、これバイアグラ100倍健康あ、健康、ね、健康ってなるけど、ね、めっちゃすごいから、うんうん、持続性全開とかっていろいろ言ってて、やっぱり男性にしかわからない、これは、そうですよね、だからあの、まあ、バイアグラ飲んだ人が言うのは、うん、あの自分であのな、何、コントロールができなくなるみたいですね、痛いです、元気になるのは、うん、元気になるんだけども、でも心臓に悪いって聞きますよね、バイアグラはやっぱりね、薬だから、うん、そういうやっぱりね、うん、同期ね、うん、どっかにやっぱり圧がかかるんでしょうね、思うんですけど、そうそう、もう元気なりすぎて痛いらしいです、はいはい、じゃあ話題変わりますね、はい、
ごめんなさい。ということでね、はい、男性が聞いてたらちょっとあるかもしれませんね、はい、やっぱり疲れる、ね、疲れが取れるのがまあ前提、うん、で体が調子が良くなるのがまあ、ね、前提なので、うん、それにプラスこれがあればね、まあ、おもけがついてくるような感じですね、うん、はい、なので疲れがねどうしてもやっぱり最近取れにくいなっていう方なんかは、うん、あのぜひね、あの、うん、月の回し大蛇の、うん、はい、5丁目7の1、うんうん、バッジであります。あの SIR 株式会社の方にね、ぜひあの買いに来てではないんですよね。あの、ま、試しに来てほしいなって、ね、飲みに来てほしいな、あ、お酒じゃないですよ。うん、はい、うん、あのお酒出ませんね。うん、あの雰囲気お酒でバーみたいだけど言えるのが私たちだから、ね。うん、あのどんなものかなっていう興味があるだけでもいいと思うんですよ、はい、入り口はね。うん、でそこで私たちが、まあ、こういうものですよっていうのを実験して、でやっぱり。うん、人の紹介でね、うん、あの購入されに来たっていう方いるんですけど、うん、あのやっぱり目で見るとあこんなにすごいものなんだって、うんうん、これがじゃあ体の中で働いたらどうなるよなっていうのはやっぱりね、うん、よく、うん、分かりますよね、うん、想像がつくんですよね、うんうん、なのであのぜひね見て飲んで、うん、が気に入ったらじゃあ購入って形でやっていただきたいなっていうので、うんうん、なのでうちお客さんね来たらあのすぐ帰る人はまずいないですよ ね、うん、必ず座って、うん、実験見て最近どうだったどう、うん、こうだったって、まあ、自分の近況報告をして、ね、また買って帰られるっていう感じでね、うん、あのすごいいい感じなんですよ ね、うん、お客さんとのやっぱり信頼関係なので、うん、売って終わりではないので、うん、はい、いろんな話をしながらね、うん、はい、あの仕事させていただいてるんですけども、結構皆さん長居しますよね。そうですね、もうだカフェしたいよね、カフェをだからね、あやさんほら料理すごい ね、上手で、まあ、調理師免許とかそういうの持ってるので、ええ、やっぱりねカフェしよう、やっぱ事務所内でゆっくりするのよりもやっぱりカフェでゆっくり ね、うんうん、まあ、美味しいの食べながら飲みながら話したらいいよねっていうので、ね、ケイソカフェ、はい、あのシリカカフェをね、うん、食べて痩せるカフェ、はい、来年ちょっと ね、ちょっと検討してますよ、うん、本当にマジ で社長に言ってるんですけどね、はい、社長も、うん、いいんじゃないっていう形で、ね、うんうんうん、絶対いいと思うよね、はい、うん、なので、今週の土曜日なんですけども、はいはい、SIR 社1周年迎えまして、おめでとうございます、はい、で、あの11月4日に設立、まあ、1周年だったんですけども、はい、今週19日ですか、はい、土曜日の2時から、はい、まあ、あの事務所の前でなんですけどね、はい、ちょっとあの懇親会と立食を兼ねたちょっとパーティーもささやかですけどね、はい、っていうのを、いやいやいや、はい、あの開催しますので、どうぞあの ね、お近く通る際にもあの、ね、寄っていただきたいなと思ってます。あのすぐ分かりますからね、すぐ分かりますね、今ね、うん、58号線から前原向けに曲がるじゃないですか、はいはい、ね、そうしたら、ちょっと上りが出てますよね、一つ目の信号、一つ目信号を越したら、ね、すぐもう青い上りがダーってシュガーケーソの右ですよ、右側ですね、はい、はい、に出てますので、すぐ分かると思うんですよね、はい、なのでね、ぜひあの遊びに来ていただきたいな、もう遊びにでいいんですよ、感覚的にはね、買いにとかそういうちょっとあれじゃなくて、うん、感覚はちょっと軽い感覚で、ね、はい、あの聞きに来て見に来てほしいなと思ってます、そうですね、はい、うん、でもしね時間があれば皆さん、あの初めてでもいいんですよ、そのパーティーの時にね、うん、前から興味があったんでって、ね、うんうん、そういう風に飛び入りでも参加でも全然構いませんので、うん、はい、ぜひねお越しください、はい、私たちと直に会えますいますね、いますよね、はい、いますね、キセさんもねその日もいますからね、美味しいあやさんの料理もあります、はいはいはい、すごいね、あのすごいよね、大好評なんですよ毎回、本当に、うん、本当に美味しいから、うん、美味しいよね、だからね、うん、もったいないからね、やっぱりカフェしてくれっていう声すごく多いんです、多いですよね、うん、もったいない、本当に本当にもったいない、うん、私なんかだからお家でいつもカフェ気分ですよね、ですよね、うんうん、もうなんかもうすごいもん、うん、テーブルコーディネートもすごいし、うん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 、ね、パッパッパってできるからね、うん、やっぱすごいなと思うんですよね、いつも、うん、はい、とても楽しそうに料理作ってますよね、そうですそうです、いつもね楽しそうに、うん、もうだから手際がすごいいいので、うん、もう 2,3 品パンパンってすぐ作ってしまうんで、素晴らしい、はい、で今回もやっぱりあの、うん、ケータリング注文しようかなと思ったんですけど、はい、でケータリングをちょっとあのネットで検索してみたところ、はい、あやさんが見て、うーん、これだったら注文しないで私が作るからって言ったんですよ、うんうんうん、じゃあそれでお願いします、大変でしょうけどね、うんうん、でも食べる方とするとすごい嬉しいです、うんうん、本当に美味しいのでね、でもダイエットしてるんで、あやさんダイエットしてるとかダイエットにもいいの作ってあげるって、ああ、そう言ってましたよね、うんうん、言ってましたよねはいはい、
よかったよかった、はい、うん、ということでね、まあ、ダイエット、まあ、もう永遠のテーマだと思います、女性は。で、キセさんも、はい、さらに今週はちょっと落ちてませんか。ちょっと落ちてるかもしれませんね、うんうんうん、あとはあの肌、うん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 、肌がやっぱり良くなればいいかなっていう形で、でもとってもツヤツヤしてない、ツヤツヤしてね、はい、あのだから恋してるからじゃないですけど、2、3週間前からずっとこんな感じなんですね。そうそうそう、うんうん、でもなんか今日特にだよ、うんうんうん、なんもないけど、とりあえず昨日妄想したからね、せいちゃんさん、せいちゃん様ね、そうそうそう、韓流の、うん、韓流のね、はいはいはい、すごいね、すごいですよ、もう全部セリフも覚えてるからね大変だこれは、もう韓国行かないといけない、ね、だから行きたいんだけど、まだまだダメだわけよ、うん、まだダメ、うんうん、あと痩せてから、だからあやさんと行くねって言ってるけど、うんうんうん、行けるといいですね。みきちゃんは冬は行かないって言うから、うん、じゃあ夏行こう、うんうん、夏っていうかやっぱ涼しい時がいい、涼しい時がいいけど、そうだよね、涼しい時いいよね、旅行汗だらだらはちょっと嫌よね、うん、寒くてもとっても寒くて腰に来るんですよね、あ、みんなそうね、ね、なんかね、カチンコチになるからね、なんか腰が痛くなって、うん、真冬の東京行った時に、うん、腰痛くなって、うん、大変だった時があったんですよ。でちょっとそれがあってで、とても寒い時はちょっと怖いよ、億劫になりますね、うん、私も岐阜行った時むちゃくちゃ寒くて、うん、なんでこんなに寒いのと思った時あったので、うんうん、やっぱ寒いっていうのはまた気膨れもするしねもう雪だるま状態になるからもういいよって、わかります、それって、うん、なんかほら沖縄人って慣れてないからボコボコつけていくでしょ、うんうん、でとっても歩きにくい、電車乗っててもね、うん、とってもなんか窮屈に感じてしまって、うん、そういうダウンジャケットとかそういうのが、うんうん、で室内入ると暑いし、もどうすればいいのって脱げないしと思って、うん、だからやっぱりもう寒い時じゃなくて、うん、ちょっと涼しくなってからがいいなと思ってます、韓国は。いる時にチェックしていきます。そうですよね、行きましょう皆さん、はい、皆さん行きましょう、オッケー、行きます来年の今ぐらいがいいかな、あ、そうね、それまでには痩せるはずね、いくらなんでも、うんうん、遠いね、遠いよ、だから来年の今頃、あっという間だと思う、あ、そう、うん、今って11月でしょ、うん、うーん、まあ、その前に台湾行くしねあ、そうですね、そうね、台湾、はい、はいはい、糖尿出ちゃうことだった、なんか、あ、なんか今更ながらなんですけど、はい、そうみたいですよ、今日は11月14日は世界糖尿病デー、糖尿病デーだそうです、うん、日本全国179箇所で実施されているブルーライトアップイベントっていうのは、今日だからなんか点灯式みたいなのがあるんですかね、うん、でやっぱり糖尿病の正しい知識を啓発するイベントということで、うんうんうん、はい、そういうねイベントがあるらしいですよ。沖縄は多いでしょうね、でも世界ではどんな風にが、うんうんうん、どこが1位なんですかね、一番多いところって、糖尿病がですね、はい、皆さん、問題です、はい、糖尿病が2015年の患者数が一番多い国はどちらでしょうか、はい、うーん、アメリカかな、アメリカ、はい、ブって、アジアかな、アジア、そうですね、アジアね、アジアどこだろ う, どこだろう、中国、あ、ピンポン、1億960万人だそうです、あの糖尿病の患者数ですね、あ、人数多いから、はい、あの世界1位です、で2位がインド、3位がアメリカ、4位がブラジル、で、あの気になる日本なんですけども、はい、9位です、720万人、はい、9位ですね。でこれが、2040年のじゃあ患者数ってどうなってるのかって今の調子でいくと、はい、やっぱり中国1位なんですよ、まあね、あの、まあ、人口比でいくかもしれないけど、まあ人口比でね、ただ増えていくんですね、うん、上、そうですね、今が、1億960万人なんですけども、はい、2040年には 1億5070万人になっているだろうという 万人すごいね、うんうん、あの、あれが出てますね。日本はどうなんですか。日本は、はい、2040年トップ10からは消えてますってことは何だろう。やっぱり、あの、うん、やっぱり政府もね、やっぱり推奨しているように、うんうんうん、やっぱり、うんうん、あの頑張るんじゃないですか。その前でも死ぬかな、はあ、死ぬかなって死なんけみたいなね何、うん、ね、で今日あの糖尿病、糖尿病じゃなくて糖尿病デーなのかなと思ったらですね、あのインスリンを開発、あ、発見したバンティング博士、カナダのですね、うんうん、博士の誕生日が
11月10日今日なんだそうです。それで世界糖尿病デーっていうのを今日公式認定したということでですね、はい、あの沖縄もやっぱり糖尿病多いですからね。多いですよね、はい、やっぱり気をつけないといけない。やっぱり食ですよね、口、うんうん、から入るもん ね、はい、なので、まあ、昔はね糖尿病って言ったらなんか贅沢病とか。そうでしたね。やっぱりあの糖尿病にも1型2型ってあって、ね、1型が何でしたっけ、あの遺伝子 の、はい、あれですよね、で2型が食事 の、 あのそうですよね、はい、食事っていうか、うあの食生活習慣、生活習慣病、うんうん、 ですね、でもどちらかというと生活習慣の方が2型の方が多いですね、多分多いですよね、うん、うんうん、っていうのもやっぱりね、あのね、ミネラルをたくさん取ることによって排出されるべきものは排出するということで、うんうんうん、あのシュガーケースも結構ね、あの糖尿の方にもあの喜ばれていますので、ね、はい、ぜひあのね、トップ10入りしたくないですのでね、したくないですよね本当にね、うん、あの皆さんでケースを頑張って、はい、飲みましょう、はい、で自分のためですのでね、健康、自分の健康のためですので、で家族のためだったり、ね、っていうのでね、うん、はい、あのケースをおすすめしますということで、はい、はい、3曲目いきたいと思います。3曲目は何ですか。はい、ジャーニーのセパレートウェイズ。はい、ケース飲んでほしいけどね。これで AKB さん飲んでる？うん、AKB さん、うん、AKB さん見てるよね。飲んでって感じ今日飲んだかな。どっち？あっち？こっちです。こっち？シルバー AKB さん連続もいいですよ。連続もいいですね。飲んでほしいね。飲んでほしいね、うん、飲んでほしいね。あ、うん、あ、そうだよね。なんか沖縄ちょこちょこ来てるみたいですよね。ちょこちょこ来てますね。ちょこちょこ来てる。すごいね。サイマルね。もうあの FM 沖縄が大好きなんですよね。大好きなんです。そうそうそう。ね、ちょこちょこ。はい。どこなんだろうね。神戸かな。神戸。兵庫県です。ああ、へえ。じゃあ方言とかわからないね。全然わかんないですよ。何言ってんだろう。ちょっと強くしたらカッコなんとか。なんとか方言で言ったら標準語で。20歳だったら大変、カッコ大変だった必要じゃない。実際にそこにだから、実際とかかんとかだったら大変って言ってますか。大変なんとかですねっていう意味ですか。カッコで言うどこに必要、どこに必要
つむいちゃんが聞いたら分からんはずね。うん、分からんけど楽しそうだねと思うんじゃない。ミステリアスの音楽だよね。サスペンス。はい。サスペンスの音楽。え？サスペンス。サスペンス。刺される。走ってこいね。刺されそうだね。大好き。言ってからサスペンス。元気じゃねえのこれ。今日もないね。今日もあるわ。されるって言ってたけどね。うん。他のところ雲。なんかかってかわいいなこれ。かわいいでしょ。でもなんかここって言うんだっけ。仕方ないこれ。でも水が取れてしょ。膝こそ流せないね。20代ちょっと渋るスパッツとか違う。綺麗じゃない。あでも毎週一回使用しようだわ。白いスパッツとか、ね、ちょっと露出してもいいよ。変えた方がいいよね。だからね、これ方言バージョンはないの？はい。方言バージョン？全部方言。あ、だからあってもいいね。あってもいい。でも内側方言また引っかかりもっかかりするさ。引っかかりもっかかりするよ。それがいいんじゃない？練習してた。最近老化。気になりすなって。最近老化って方言ってなんて言うんだろう。老化は老化じゃない？老化ね、あるんですよ。10秒前です。はい。9、8、7、6。5、4、3、2、1、開運お導きメッセージ、キセさんお願いします。はい、わかりました。今日は11月14日ですね。スーパームーンの日です。先ほども言いましたけど、はい、はい、ではこの週の占いやります。1月生まれ、癒されたと、いやもうごめん、癒されたいと同時に癒したいと願いが強く出てきます。そうですね、そういった時は彼氏がいるんだったらハグしてもらうとか、ペットショップに足を運ぶのもいいと思います。で、2月生まれ、運動してくださいって出ています、うん、なんかストレスが溜まっているファンなので、うん、ストレスが軽減され、人生のあらゆる領域を向上させてくれます。3月生まれ、何もかも思い通りにしようとする、頑張るのはやめましょう、うん、頑張れば頑張るほど物事がうまくいかないのを感じてしまいます。少しだけ一息ついて、休みましょうねということですね、うん、4月生まれ、あなたが探している答えは休暇中に見つかります、うん、心をクリアにして次に進むステップを考える機会を与えてくれるかです、うん、休暇中に多くのことを学びましょう、うん、というのは例えば土日、うん、お休みの日だったらなんかいろんなぼーっと何かを考えてもいいかなと思います、うん、で5月生まれ、新しい始めが起こります。出会いがあったり、そういった時は家とか職場とかを大掃除するといいことがあると思いますよ、うん、6月生まれ、本来の自分もあなたを輝かせてください。あなたは素晴らしいです。自分自身が楽しくなるようなことを探してみてください、うん、はい、では7月生まれ、昔の古い感情が現れ、少しだけ悲しくなることがあります。ご自分を責めずに、あなたは幸せの心を持つ価値があることに気がついてください。8月生まれ、今すぐ計画を立て始めればこの状況が立ち去ることができます、うん、不健康な状況から離れ、新しく訪れる変化を楽しみに待っていてください。9月生まれ、そうですね、過去ではなく現在に焦点を当ててください。他人に対しても優しく、接してみてください。10月生まれ、あなたは人生の大きな変化の準備ができています。
あなたやあなたの親しい人に結婚か妊娠の報告が舞い込んでくるかもしれません。すごくいい一週だと思います。11月生まれ、あなたの恋愛は今良い方向へ変わりつつあります。良い変化があなたに訪れでしょう。例えば片思いの人だったら両思いになるチャンスです。うん。12月生まれ、元気になる本を読むこと、ためになる何かをして一日を始めましょう。ポジティブな状態でいると人生のあらゆる面がポジティブになってきます。そうですね、アリちゃんは何月生まれでした？4月です。ん？4月、4月、これは今ドラえもんでしたっけね、今の。あ、ちょっとね、ちょっと待ってください。4月です。そうです。あなたの答えをですね、探してる答えは休みの時に見つかるそうです。うん、今日はお休みですか？微妙。今日はスーパームーンの日なので、お休みの時また瞑想してみてくださいね。うんうん、そうですね。はい。今週の悩みこういった形になっております。うん、みきちゃんは6月前なので、はい、やっぱり自分が楽しくなるようなことを探してやってください。例えば音楽を聴いたりとか、はいはい、何かビデオを見たりとか、うん、でも何でもいいので、そうですね。食事をしたりとかでもいいので。はいはい、うん、そうするといろいろ開運につながっていきます。開運ですね、はい、分かりました。11月12月とても楽しいことが目白押しだと思いますので、うん、今週は面白いと思いますよ。はい、ありがとうございます。はい、今日キセさんはどこで月見るんです？だからどこで見るか、ベランダってね。ベランダだからね。アリーはどっか行くんだよね。どっか行くんだよね、うん、名古屋辺、あっちまで行くの？な、わかんない、もう気持ち次第。一応は北部ら辺に向かおうかなと思ってる。ミキちゃんたちはだからベランダかな、やっぱり。でもそうだよね。ベランダかなと思って、はあはあ、ベランダで、ね、うん、ベランダかもし、ベランダだろう ね、 ね、でも寂しいね、ベランダで。ベランダも大きかったらいいさ、小さいわけよ。いや、ちょっとね、もし晴れてたら海とか、うん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 、ね、うん、いいかもしれませんね。そうですよね。って、うん、あの知り合いは、読谷の方に行って、うん、あそこちょっとパワースポットなので、うん、そこに行くみたいですね。へ、うん、あ、読谷ですか？読谷のあの奥の方、うん、パワースポット戸口、戸口のなんとかだったかな、うん、戸口、うん、どこなるんだろう、うん、っていうところがあって、うん、そこがいいみたいですね、はいはい。あ、AKB さんからもコメント入ってますよ、はい。あ、5月見逃したって言ってます。聞き逃しましたか？見逃した、聞き逃し、はい。新しい始まりが起こります。出会いがあったりとか、そうですね、家や職場を大掃除するといいことです。 AKB さんは確か今年は、うん、断捨離の年だったと思いますので、うんうんうん、で先週はだいぶ大掃除してもいい。そうそう、だいぶお掃除してもいいのよ、うん、で今週もまあいい ね、 またね、うん、今週いいですよ。とにかくお掃除をして、やっぱり自分のところ中をクリアにするとね、うんうん、いいことが起こりますよ、うん、おということです。 AKB さん、掃除してみてください。掃除してみてくださいね。あ、掃除っていう、掃除もそうなんですけど、うん、靴を少し整理してみてください。靴、はい、靴です。うんうんうん、靴というのは、履かなくなったものとか、そうそうそう、そういうのを、そうは、まあ、もう履かなければもう処分するとか、うん、結構ありますよ、開けてみると ね、 ね、これいつの靴だろうっていうのがね、うん、それってあまり良くないので、靴はいいところに据えていけるっていうとかね、あの、あれがあるんですけど、あ、そっか、靴履かないとね、うん、その場所行けませんのでね。そうだけど、あんまりあの古くなった靴っていうのはダメなので、うん、さん、あの、はい、中古のね、今ほらリサイクルが今すごい流行ってるじゃないですか、はいはいはい、で、あの、まあ、サンダルとか、そう、靴ね、シューズとかっていうのをやっぱり、ね、はい、リサイクルで買ってくる、はい、でそれはやっぱりあまり良くないんですよね。ちゃんとやっぱりその前の方のものを、はい、木を外さないといけないので、その時はビニール袋にこの靴を入れて、はい、粗塩がありますので、粗塩を入れて、はい、シャッシャッとやるとか、フリフリする、フリフリするね。そう、その木を、うん、だから足裏だから、うん、すごいなんかあれなんですね、入りますよ、入ってくるので、うん、できればあの、うん、靴だけは新しいのがいいですね。新しいのがいいってことですね、うん、でも思わず勇気がいるよね、足入れるの。そう、なんかもし万が一 ね、 ね、病気も出たとか水虫も出たとかだったら怖いし、うん、なるほどですね。そう、なんかやっぱ足の裏っていうのは本当にいい気も入りますけど、悪い気も入ってきますね。悪い気の方が多いかもしれません、ね、だって処分されるものですからね、うん、できれば薬もね、本来はここの足の裏から入れた方が一番効きやすいんですよ、うんうん、でも今は薬って飲むっていうことでしょ、うん、そうじゃなくて
ぱりクリーム状になって塗った方が絶対いいですからね。わかりました、はい、ということでですね、うん、はい、今日もあっという間にもう終わりですか、はい、本当に5時44分です、ねま、早いね、はい、エンディングが流れてまいりました、はいはい、今日のエンディングはですね、はい、スターシップのノッティングコーナーストップアスナー、これいいな、ね、うん、これも懐かしい曲なんですけども、はい、この曲でお別れしたいと思います、はい、はい、この時間のお相手は、はい、スカーレットドラゴンのキセと、はい、プリンセスローズのアイリーと、はい、SIR のミキでお届けいたしました、はい、それでは皆様また来週ありがとう、ありがとうございます。